夕方から朝までできるバイトを探した時に、バー、居酒屋、あとは工場内での、仕分け作業とかがあったんですけれども、その中からバーを選びまして、バーでバイトを始めたのがバーテンダーになったきっかけです。カクテルで好きなものはジントニックですね。やはりあのバーでもレストランでも必ずあるカクテルですし、あのバーテンダーの指標にもなるカクテルですので、やっぱりジントニックが一番好きです。お客様から言われて印象に残っている言葉というのは、やはり、美味しかったですとか、また来ますというのがやはり、嬉しかったので印象に残っています。先輩から言われて印象に残ってますのは、カクテル作るときにどうやったらいいんですかと聞いたときに、てっきり私は、レシピですとか、作り方のことを、言われるかなと思ったときに、その先輩は、もう美味しくなれと思いながら作るのが秘訣だと、そう言われたことが一番印象に残っています。一番大切なのはですね、やはりお客様をよく見るということですね。お客様それいらした時に、それが食前なのか食後なのか、また体調ですとか、その方がどれだけお酒を飲んで酔ってらっしゃるかとかですね、また接待なのか、友達友人同士なのかというそのシチュエーションも含めてですね、お客様をよく、見て接客するということが、あとカクテルも作るのもそうですけども、が一番大事かと思います。そうですね、どんなお客様にも、対応できるようなお店作りを考えております。またそのお客様が来店された時に、恋人同士なのか、また接待で利用していただいているのか、またこうそうですね、一杯だけでもあそこに行こうと、そういった思っていただけるようなお店作りをこれからもしていきたいなと思います。